石黒流とは、幕末に、石黒石祭によって創始され、千葉県銚子市近辺に伝承された柔術を中心と、する総合武術である。過去には、天神神、要すが黒葉とも名乗っていた。現在は、千葉県、香取市小見川で活動している柔術を中心に、剣術、居合、防術、補助術、殺括法や様々な小武器を含む総合武術である。 柔術は強力な逆行や、あまり、他流に見られない、複雑な固め技を含み、捨て身投げや当て身が、比較的多いことが特徴である。当て身や蹴りで指先を使うことで知られる。また、縄術と呼ばれる縄の先に探検をつけた、中国武術の縄表に似た、独特武器をはじめ、いくつかの小武器を伝承している。石黒関祭は、詳細な経歴は不明であるが、 正サ新キ神道流、天神神陽流、タミヤ流、福島流、陽神流や、その他多くの流派を学び、石黒流を創始したと伝わる。石黒関祭は、幕末から明治維新後にかけて、犬坊崎の漁師たちにその武術を伝えた。石黒流は、現在も千葉県で伝承され、日本古武道振興会に所属、明治神宮の古武道演舞大会等で演舞されている。また、 天神師に要流と関係が深く、過去には、神、要察が黒派と名乗っていた。従術、剣術、居合、傍術、補助術、手裏剣、名は、府、国宝などが伝わっている。従術では、挙歩、立て合い、行合の想定で構成されており、当て身宿、投げ、捨て見、ごく技からなる。小手返し、打ち返し、大手返しの三手と捨て身を基本とし、 投げた後複雑な固め技で固めることが特徴的である。石黒流では、拳より開けてで当て身を行うことが多い。蹴りは、つま先で差し込むように急所を蹴る。蜂や、と、宿等の当て身を連続動作で行う単独型が存在する。充実は126の技が伝承されており、自これくらい、天これくらい、正行くらい、極これくらいと段階的に享受される。 最高秘伝のごくこれくらいでは、中央の突起部を指の股に刺してに握り込む、咲くという寸鉄に似た小武器を使う。コッポは目録以上のものに享受される。ありがとうございます。